トムロフトのレース場と飼育日誌鳩と一緒に遊びましょうおはようございます10月31日、木曜日の朝です今日の空模様です今日の天気は晴れ、風はありません昨日の雨の影響で空気の澄んだ綺麗な朝になってます今日は珍しく富士山もはっきり見えます まだ雪は降ってないようですね今年の異常な夏なさで富士山の雪はまだのようですあとさんおはようございます今日の棚の上の位置は BW の数ですねこれはストックバードです気が変わって来年の秋とか再来年レースに出すかもしれませんけども 今のところは旧車の中に留めてます先ほどのストックバードを撮影してましたらストックバードにの上にいる BCW のメスバトこれが餌を吐く仕草をしていました糞、えー、の状態も良くないのでうちも餌吐きが始まってきたようですね黄色信号発令です 出社口を開けて外へ出てきましたえー、出社口を開けましたら鳩はポツポツ出始めましたけどもなかなか飛び立たないですね先ほどオートのそぶりをしている鳥がいましたので他の鳩にもうんそういう鳥はいないかなということで。 急所の中掃除するときちょっと注意してみたいなと思いますお飛び上がりましたね飛び上がるまでどうでしょう30秒ぐらいかかったんですかねまあ、いつも通りというはいつも通りなんですけども追われずに飛び立ったこの鳩たちはまだ元気そうですね急所の中に入りまして残っている鳩の追い出しをしていきます を追い出出ししてて外に出てきました最後に追い出された後数羽がまた低空を飛んでますけども他の羽たちは上空に上がって、えー、どんどんこう南の方向ですね、えー、飛び始めてますお。だいぶ今日も集団になってからは南の方向いい感じの速度で遠征に行くみたいですね。おだいぶ遠くへ行きました。 遠征に行ったようです旧車の中の糞の状況、えー、見ていましたら奥の厩舎のさらに巣箱の上なんですけどもそこに、えー、こういう緑弁おかしな糞が見つかりました。これは餌を食べてないんですね食体をした鳩ですね。 えー、若葉と応答症候群の時はこういうふうをしますので応答症候群じゃないかなというふうな、えー、気で眺めてます1羽出たということはまた他にも出てくるんでしょうね、えー、明日の朝、今日の9時この辺で食べに来ない鳩がいたら要注意です ただいまの時間は7時10分になりました遠征25分で戻ってきた羽たちです戻ってきた羽数ちょっと多いので多球車の鳥も混じっているようですね20羽ぐらいいるのかななんていうところです戻ってきて上空でこう横に広がって集団が分かれそうですね これが右側を飛んでた鳩の集団左側の飛んでる鳩の集団ちょっと離れましたね二つに分かれて飛び始めてます戻ってきてからも、うん、なかなかいい飛び方をしている鳩たちです多分この集団がうちの鳩でしょうね 数少ないですから先ほどの集団の方にも、えー、混じって飛んでると思いますもう一つの集団は見えなくなりましたねまた南の方へ飛んでいったようです残った20歳これ25歳ぐらいですかね、えー、ぐるぐる急所の周り、えー、旋回してますただいまの時間7時50分になりました 一部の鳩はもう降りてきてしまったんですけども、えー、残りの鳩が飛び続けてますここまでの視聴時間は65分多分この波数からしますと15分か20分ぐらいはもう先に降りてしまったんじゃないかなと思いますこの先に降りてきた鳩が本調子じゃないんだろうなまあ今飛んでる鳥も今は 健康状態良くてもこれから体調低下ということも十分ありますのでえ安心はできないんですけども今日の範疇は、は今今飛んででる後はまだ元気そうですね。日訓練モードでえー入社した後、チェックしてますのでえもう降りてる鳥徐々にこう救急車の中に入り始めてますので。 その鳩たちがどの鳩かっていうのを今日はチェックしておきたいなと思いますそれがまず最初にオート昇降群の予備軍ですよね今飛んでる鳥はまだ大丈夫そうなんですけどレースまでは10日間ぐらいありますからねこの間どういうふうに鳥の調子が変わってくるか、えー、ものすごく心配です このハトたち降りてきましたら、えー、呼び込んで、えー、今日の社外を終了したいと思いますただいまの時間8時5分になりましたここまでの飛翔時間は80分になります今ハトが降り始めましたなかなかこのハトたちの飛翔時間 いつもと変わらないですねいや気になるのはダメですねこれねもうオート症候群餌吐きですね、えー、食欲どんな倍なのかこれから呼び込んで餌をあげて、えー、どんな反応してくれるかちょっと心配です餌を食べに来ないハトが何倍いるかですね 昨晩の時はサンバ食べに来なかったんですよね。そのサンバ食べに来ないハトが今日の朝増えるか増えないかぜひとも減ってほしいなという気もするんですけどね、えー、その辺がちょっと心配です。今日は天気がいいので、えー、水浴び。 えー、この社外が終わった後させようと思ってますコンディションを落とした後が少し水浴びで、えー、日向ぼっこして体調が戻ってくれればいいなぁなんて思ってますまだ飛んでますね降りてきました、はい、それではこれで呼び込んで今日の社外を終了したいと思います 今呼び込んでで餌を与えているところです呼び込んだら素直に入社してくれましたからうんまだ餌吐きの鳥は多くないんでしょうね餌吐きの鳥だと呼び込んでもお腹が空いてないのか食べたくないのか吸舎の中に入ってこないですもんねそういう点ではうん呼び込んだら吸舎に入ってきてくれるのはうんとりあえず第一関門通過ってことですね あとは食べに来ないかっていうハトなんですけどもこう見てる範疇では食べに来ないハトはまだいないですねとりあえず食べに来るんですねただ食べた後すぐこう床から離れちゃうまだ餌他の人が食べてるのに離れちゃうっていうハトがやはり3羽いますねン羽のうちの1羽はレースに出してないハトですね ジップリングのついてない鳩が1羽もう1羽はチップリングついてるんですけどもこれアキレース参加してない鳩ですねもともと体調が悪くて客観の上に黒いビニールテープを貼って不参加にした鳩もう1羽が先ほどいた背後マのサシですね、えー、この3羽になりますこの鳩以外に広がらないことを願うばかりですととりあえず今日はここんなところで 夕方の,休日の時にどういう反応すするるが増えてくるか、えー、気になります今日の朝のはおっとを知っているそぼりのハトがいたりして、えー、心配なんですけどもまだ全体には広がってないようです明日は全滅かななんて心配しながらハトを眺めてました本日もこのブログにご支持いただきありがとうございましたまた次回もお越しいただきたくよろしくお願いします失礼します